川棚の楠の森川棚の楠の森川棚の楠の森は山口県下関市と四浦町川棚地区に生育する楠の木の巨木である。この木には戦国時代の武将大内義高の愛馬ひばりも王にまつわる伝承が残され地元の人々に親睦として扱われていた。推定の樹齢は1000年以上とされ1922年に 国の天然記念物に指定された。幹周の太さにおいては九州などに生育する、クスノキの巨木に譲るものの、幹の途中から大枝を何本も分岐させた、得意な外見と枝張りの大きさなどで日本三大クスの基準の一つとして知られる。2017年7月から急激に枯れ始めほぼ枝に葉がつかなくなり、樹木位により5段階ある。 健全度等級の内科から2番目の衰退度4と診断された。その後の調査と対策により、ほぼ根は腐っておりわずかに動物芽だけが生えている状況となっている。公園化のための森土工事が根への酸素の供給を断ち、受精に決定的な悪影響を与えた可能性が指摘されているが、下関市は枯れた原因は不明としている。 環境の急激な変化による根底への致命的影響を避けるため森土の除去も不可であるという。なお熊代桜においては過去の森土が樹勢を大きく悪化させたと結論付けられている。川棚の楠の森付近の空中写真。赤い円で囲った樹層が川棚の楠の森である。周囲の民家と比較するとその巨大さがよくわかる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。下関市街から約25キロメートル北方にある川棚温泉は山口県を代表する温泉の一つであり、下関の奥座敷とも呼ばれて、長州藩の歴代藩主や廃人、種田山東家が好んで訪れたことで知られている。川棚温泉から北東に、 約5キロ離れた立石山の北山6に広がる大地を遠望すると、一本のクスの木が森と見曲がうほどに大きく生育している。この木が川棚のクスの森で大きく広がる枝ぶりと旺盛な樹勢によって一本の木ではなく森のように見えるため、この名がついたという。目通りミキシュは11.2メートル、樹高27メートル。 枝りは東西に58メートル、南北53メートルを測る。主幹からは地上5メートルのあたりから18本の大枝が四方へと伸び、最長の枝は約27メートルにも及ぶ。大枝のうち2本は一度地面に接して潜った後に再び地上に現れて葉を茂らせている。葉の先端を結んだ果地面の外周は約180メートルに達する。 三木衆の太さこそ九州などに生育する、楠木の巨木に譲るものの、多くの大枝が、三木の途中で分岐した、得意な外見と、旺盛な樹勢などから、この木はしばしば伝説上のおろち、山田大蛇に形容されている。この木のある大地からは、川田長和の古戦場を見渡すことができる。1551年、大内義高は、家臣の藤高久に背かれて、山口を追われた。 この地で大内と唐の両軍は戦い、大内軍は敗走した。吉高の相場、ひばり王は戦いの最中に死に、唐の軍勢によってこの木のそばに埋葬されたと伝わる。ひばり王はこの地の山で、吉高に献上された馬で、死後その霊が余語と現れて、人々を悩ませた。そのため、ひばり王を霊馬神として祀る石の祠が残され、 令和の森とも呼ばれるようになった。地元の人々はこの木を神木として敬い、毎年3月28日に、ひばりモの慰霊祭を行っている。推定の樹齢は1000年以上とされる。この木は、1922年10月12日に、一株のクスノキキナモムムキャンホラニツイーバームにして、ふと消え出方に、ヒロムガリエン森林のカゴテスゆえにクスノキの、 森のなあり、木の西側の土器はより高さ5尺の幹囲い山上枝張り、利、東北方82尺、東方70尺、南方50尺、西南方70尺、西方70尺、北方70尺枝張り全周約百件に立ちす。という理由で、国の天然記念物に指定された。かつてこの付近は、地元の共同牧草地であり、草刈りなどが行われていた。しかし、 農業が機械化されて牛馬を使わなくなったため、一時期この木の周りは無残に荒れ果てていた。1970年代後半から1980年代にかけて地元の人々が楠の森を守る会を結成して活動し、一帯を追っていた草や竹やぶを切り払って整地した。整地後は筒子などの花木を植えて公園化し、木には有機肥料を与えて樹勢を取り戻させた。 豊浦町も案内場やトイレ、駐車場の整備などで活動に協力し、地区の子ども会や老人会も毎月の清掃奉仕を行った。山口放送はこれらの活動実績を評価して、川棚の楠の森を緑化運動モデル地区に選定した。その後2013年3月、下関市によって川棚の楠の森保護整備工事が完了した。 河棚の楠の森は1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名牧百選では山口県から音徳寺の結び武器と共に選定されている。1983年からは毎年8月初旬に楠の森音楽祭が地元の若者たちによって開かれていた。なお、1983年に種田三東家の区比。 オークスの木の枝から枝へ、青嵐が木のそばに設置された。豊浦郡豊浦町は2005年2月13日に、新設合併で、下関市となった。ただし、他の日本については不明とされる。目通り幹衆とは、樹木の幹周りの太さを、人間の目の高さで測ったサイズを指す。高さ5尺は、約1.52メートル、下に3畳は、 約9.09メートル、枝張り約100件はおよそ181.81メートルとなる。ABCDEFGHIJ、新日本名簿百選、160から161ページ。ABC 国指定天然記念物川田の楠の,の森豊浦町観光協会ウェブサイト、2013年4月20日、閲覧。ABCDEFGHIJKLMN。 山口県の自然百選、68から69ページ。a b c d e f g やの228から230ページ。ABCDEF、天然記念物、辞典、142から143ページ。ABCDEF、日本の天然記念物語植物3、102ページ。ABC 川棚のくすの森分解3データベース、2013年4月20日。 閲覧。AB 川棚の楠の森日本の巨樹、巨木、2013年4月20日閲覧。川棚の楠の森に関する説明会下関市に、指定天然記念物、川棚の楠の森について、下関市、マイス情報一般社団法人下関観光、コンベンション協会、2013年4月20日閲覧。河棚温泉河棚温泉公式サイト、観光、歴史、 文化、祭り、宿泊施設案内、2013年4月20日閲覧。ABCD、自然気候日本の天然記念物、262ページ。ABCD、川棚ののくの森を入でませ山口へ、2013年4月20日、閲覧。樹種サイズの見方緑の風オンライン、2013年4月20日、閲覧。ABC 渡辺、334ページ。 川棚のくすの森春公式の開催について、下関市ウェブサイト、2013年4月20日閲覧。川棚のくすの森春公式下関市ウェブサイト、2013年4月20日、閲覧。新日本名簿百選、160から163ページ。新日本名簿百選、8ページ。新日本名簿百選居住と花のページ。 寺西科学工業株式会社ウェブサイト2013年2月15日閲覧ありがとうございます。